皆さんこんにちは。写真編第4回目、今度はレタッチ編ということをやってみたいと思います。写真を撮った後ですね、さらに自分の表現の最後の仕上げのお化粧みたいな感じですね。撮ったそのままの写真ももちろん美しいと思うんですけれども、さらに良くなるよということです。いつも私がどんな風にレタッチ補正をしているか、それをちょっと分かりやすく解説してみたいと思います。あくまでも私のやり方ですので、これを参考に私の場合だったらどうしたらいいかなと自分自身に当てはめて考えてみてくださいね。いつも私はスマートフォンの中に入れてありますライトルームというアプリを使っています。そちらに写真をこのようにアップロードをして、サコサコサコとバチャチャチャといつも決まっているんで、そのやり方でやっています。では画面共有してからやっていきたいと思います。はい、つい先日撮影した、はい、クリスマスのシュトーレンですね。今これ何を動かしているか、こう映ってないのかなちょっと巻き戻りましょうか。はい、ここで止めて、あ、この画面ちょっと待って、あちょっと待ってください。ちょっと待ってくださいよ。ここで止めよう。はい、はい、この画面ですね。写真を取り込みました。で、今何をやっているか、これライトルームの編集画面になっています。そしてこの下に映っております効果を先にいつも私触っているんですけれども、ここテクスチャーと明瞭度、ここ使っています。で、もし写真がぼやっとしちゃってたら、霞の除去というボタンがありまして、そのぼやっと映ってしまったものを、霞をこう霧が晴れていくようにできるボタンもあります。それもこの場合は今日霞が全然ないので使っていません。私ほとんど使っていません。ここで効果という項目でできるのが明瞭度を高める、ここのパンの質感をはっきり見せることができるとか、ここテクスチャー、この凹凸感、パンの表面のこうしっかり焼き目とか、パリッとしてるところとか、もしくはこういう、背景のテクスチャーとか、この葉っぱの質感とかをはっきり見せることができるこういうボタンです。じゃあちょっと再生しますね。それをマックスにしたらどう見える、控えめにしたらどう見えるを映します。上げたところ、あ、今度露出に変わってるちょっとあ、露出の場真ん中だ。露出変えて、今度あれだ、はい、これ露出下げたのかな、ライト変えてますね。このライトという部分今をいじってる。で、次何してるのかな、これ、あ、黒レベル上げてるのかな。こういうふうに、さっきのね、効果のところは巻き戻、こうしたら分かるのかな、こう最初の、ね、スマホの再生が早かったですね。あれ、あ、今ここだ、テクスチャーのとこね、ここテクスチャーいじり始めますね。こっからどんなふうに明瞭度が見えるか確認してください。上げた、はい、すごいザラザラしてる。下げていくと、はい、このパンの表面、そのカリッと感とかなくなりましたよね。で、上げるとしっかり見えてくるんですよ。で、このテクスチャーいじります。テクスチャー、はい、はっきりしましたね。で、下げていくと、はい、もうなんかこう質感がほとんどなくなって、このね、葉っぱとかも質感がなくなってきた。一番自分がどこがしっくりくるのか、見せたいものの質感が一番わかるのはどこかな、それをいじっていきます。次、今度はライトという項目を触っていきます。明るさの調整ですね。今露出上げてます。
下げてます。上げてます。そうそうそう。で次に触ってるのがこれシャドウになるのか。シャドウ。影ですね。影を強く強調。影をマイルドにしている。こういうこともライトルームでできます。とか、今度はここに白レベル、黒レベルってあるんですが、白をふわーっと爽やか、すっきりにしたいときは白レベルを上げる。でもちょっとダークな黒を強調していきたいというときは黒レベルを調整します。白を白下げる、で黒ですね、今度ね黒をめっちゃ暗くなるんですよ。黒抜けると明るい。でこういう風に触れ、加工ができます。今また露出上げてるかな。じゃあハイライト入れたのか。ハイライトっていうのはもともと白いところをもっと明るくできたり抑えめにできたりという操作となります。次色温度してますね。カラー、ここ今下に映ってるカラーっていうボタンを押していただくと色の温度を変化させることができます。今これ温度上げてるところですね。上げるとこういう黄色みが、で温度下げていくとブルーになっていきますね。すごくわかりやすいです。色かぶり、ピンク寄せ、黄緑寄せ、そしてサイド上げて、サイドを下げていって、サイドを上げる、はい、でサイドまた、はい、ビビッとになりますね。サイドを抜いていくとモノクロに近くなっていきますね、はい、自分が一番好きなサイドはどういうところかな、それをこのライトルームを使って表現していきます。こちらトリミングもできます。アップにしたりで位置を変えたり、はい、アップにしたり、はい、あとはこう角度も変えれますね、はい、元のゼロに戻すのにちょっと苦労して、指でやってるんで苦労してるっていうところです。あ、ゼロになりました、はい、であとはサイズカスタムもできます。サイズカスタムはここの 1×1 っていうボタンを押していただくと正方形にもできたり長方形にできたりもします、はい、これが、ライトルームで、最後にデバイスにコピーを保存を押すとスマホの中に保存ができるようになります。はい、これいつも私が簡単にカメラで撮ってスマートフォンに移動させて、そこでライトルームで操作をしてから加工をしてインスタグラムなどにアップしているというやり方をご紹介させていただきました。参考になれば幸いです。ありがとうございました。